企業の刺激バイナカのレッスル&キングダム。それでは高道の選手後編です。よろしくお願いいたします。お願いします。そうなんですよ。だからね、はい、高道の子さん実は私、はい、同い年で。おお。そもそもそのプロレスラーになりたいっていうのはいつ頃から思ってたんですか。小学校ですかね。小学校3年生ぐらいの時に、まあ、当時流行った筋肉マンを見てハマって。はい、まあ、筋肉マンきっかけだった。そうです。筋肉マンが先ですか。そうです。これが一昔前だとタイガーマスクなんでしょうね。はいはい。自分は筋肉マンなんですよ。あ、漫画からですか。漫画です。で、筋肉マン見て面白いと思って。それはアニメですか、それともジャンプの方ですか。アニメですね。アニメで知って、はい、そこからジャンプ買うようになって、はいはい、ハマって、でまあ筋肉マンといえばプロレスの、ま、漫画だったんで、でプロレスも見てみて、はい、なんて全然面白くねえなと思ったんですよ。やっぱ筋肉マン派手じゃないですか。はいはい、大技バンバンやって、まあ、筋肉バスターとかやってますからね。で実際のプレス見たら、あれそんな派手じゃねえなって、なんかそんな面白くねえなと思ったんですけど、まあ、見てるうちに、やっぱ自分なんか昔からそのヒーローより反対側が好きなのかなっていう、で当時自分見始めが全日本プレスなんですけど、全日本プレスで2代目タイガーマスク、三沢さんのタイガーマスクが出始めで、あのタイガーマスクよりもタイガーマスクの相手で来てたメキシコ人ラフィエラとか、はい、ああいうのが好きで、あとピラタモルガンとかね。そうです、はい、そうまさにそれです。ドンピシャのラフィエラとピラタモルガン、まさにそうです、はい、そういう。あとはタイガーマスクとたまに組んでたマジックドラゴン、はい、そういう方に目がいって。あ、そうですか。珍しい。僕同い年だからもう全く同じものを見てるんですけど。で新日本だったら、はい、ストロングマシン軍団はあ、そっちに目がいって、はあ、そっちを応援しましたね。へえ、はい、なんかヒーローとかなんかそういうのが好きじゃなかったのかな。じゃあ筋肉マンの超人では誰が好きだった。筋肉マンの超人で誰かっていうのは別にないんですよ、それが、うん、そこでは、はあ、箱推しでしたね。全部好きでした。そうですか、はい、あれ人気投票やると大体ロビン・マスクとかね。そうなんですよね。ロビン・マスクかテリーマンとかなんですよね、はい、だからまあ、 あの昔大好きだったももクロで、うん、はあの押されたいだったわけですよ。そっか、紫とグリーンだったわけですよ。なるほど、はい、なんかその端っこっつったらですけど、はい、ど真ん中センターじゃない方に目が行くと昔からなんですよね。そっからじゃあ自分がプロレスやろうと思ったのはどういうきっかけなんですか。いや単純にやっぱりプロレス好きになったらまず入るのがプロレスごっこじゃないですか、うん、プロレスごっこをまあ家でやるわけですよ。で誰とやるんですか。あの小学校の同級生にちょっとプロレスごっこやろうぜって家呼ん で家で僕とったんばったんやって襖ぶっ壊したりして親によく怒られてましたけど一軒家プロレスですね。まあそうそう今で言う、はい、あとはまあ学校の教室の後ろでやったりとかやってたんですけど、はいはいはい、それがどんどん過激化していって、いやプロレスになりたい、はい、でも当時自分140センチぐらいしかなったんですよ。ガリガリでちっちゃかったんですね。ちっちゃいです。めちゃくちゃ本当クラスでも前から 1,2 番目の人間だったんですよ、ね、はい。運動神経だけは良かったんですよ。で当時すでになんか小学校ぐらいの時からなんか高いとこからあのムンサルとかやってたんで、バク転みたいなこと、はい、はあ、でプロレスラーになるって言っても、うん、なれるわけねえじゃんお前なんかちっちゃいんだからってバカにされるわけですよ、親にも。いやいや何言ってんだお前だったんですよ。そう言われれば言われる、クソいつか見てろよ。まあ確かに僕らの時代はプロレスラーになるっていうのは普通の人はなれないっていうね。いや、そうなんですよ。そういうのありましたもんね、はい。180センチ以上当たり前の世界だったんで、当たり前っていう、いやでも絶対なる、うん、なれないじゃなくなるって決めてたんですよ、はいはい。でまあ中学上がった時に、うん、あのプロレスラーになるために何をすればいいのかなと思って、受け身かと思って柔道部入ろうかなと思ったんですけど、はい、でも背がちっちゃかったから背が伸びる方法ないかなと思ったら、バスケットボールやれば背が伸びるよって誰かが言ったんですよ。あ、それを真に受けて、はい、バスケ部に入って、はい、まあたまたま成長期だったんでしょうね。一応まあ多少伸びたんですよ、で中卒でプロレスラーになろうと思ったら、うん、親からいや高校だけ行ってくれって言われて、ああ、まあ親孝行しなきゃなと思って、うん、じゃあ高校行こうと、うん、じゃあ何しよう、高校だったらレスリング部があるかもしれないと思って、はいはい、調べたらちょうど家の近くの盛岡工業高校にレスリング部があったんですよ。お、でも迷わずもそこを受けて、もう滑り止めとかなしに人生最大の勉強しましたね。もう高校落ちたらもうレスラーなれねえと思ったんで。結構難しかったんですか、その偏差値から言うと。その森屋、まあ普通 中の上ぐらいですかね、はい。でもそのいろんな何かってあるんです。こうあの電子化とか電気化とかあって、はい、その中であえて自分はその電子化ってまあまあ高いところを選んで、どうでもよかったんですけどね、あの受けて、まあ
勉強を死ぬほどやって合格しましたと。でも迷わずレスリング部に入って、はい、ここでも人生最大のもう挫折感を味わいましたね。すんげえきつかったんですよ練習が。ほう、もうこんなきついんだっていう。名門なんですかレスリング。盛岡工業はまあまあでしたね、はい。でまあ、今も自分の後に入ったあのノアの弘樹、はい、あと道の区の武蔵がそこ出身で、あと DDT も一人いたんですかね、まあ、自分が第一号なんですけど、はい、レスラーになったのは、まあ、あのすんごいきつくて、入っても30人ぐらい入ったんですよ、はい、同期が、3ヶ月以内に半分以下に減ってっていうぐらいきつかったんですよ、はい、自分もきつくてやめたいって思いつつも、いやこれできなきゃプロレスはなれねえよっていう気持ちだけでなんとか耐えて、なんとか、しんどかったですね。でも3年間やったんですか。やりきりました。おでこんなこと言っていいか分かんないですけど、後にも先にもプロになって今まであの高校時代の練習よりきつい練習したことないですね。あでも体育会の人は結構そういうこと言いますよねっていうぐらい、そう高校のレスリング部きつかったですね。矢野徹さんもやっぱね大学の方がきつかったって言いますよ。あまあそうでしょう、レスリング経験者は多分そうだと思いますよ。あれやっちゃえばプロレスのトレーニングなんてって自分本当思いますもん。あまあね、その多感な時期だから余計ね感じる部分もあるかもしれないですけどね、はい。で 3年間やりきって残った人はやっぱりもうみんな強い人が残るんですか。まあ、そこそこやっぱりまあ全国レベルでやってましたね。あのアマレスの成績はどうだったんですか。いや残念ながら岩手県チャンピオンまでで、インターハイとかはあの膝壊して出れなかったんですよ、はい、ってのもあのプロレスラーになりたくてしょうがないから、普通のレスリングの練習なかなかハードな 2,3 時間の練習終わった後にプロレス好きなやつで集まってプロレスごっこやってたんですよ。練習の後に夜な夜な残ってはあ、はあ、でその頃の得意技がムーンサルトプレスだったんですよ。その頃だともうあの黒板とかに飛び乗ってそこからケーブラーだとかやってたんですよ。ただそれがもう自分の得意技がムーンサルトプレスで、ムーンサルトプレスやりすぎて膝壊したんですよ。ムーンサルトの得意技にするとやっぱそうなっちゃうんですね、はい、いや本当あの武藤さん決めちゃってその時膝ガクガクなって、で肝心の高校時代最後のインターハイ予選前に膝動かなくなって、もう緊急手術。うわ欠場、はい、あの時は泣きましたね。俺は高校3年間何してきたんだろうって。でも、はい、前中のレッスル&キングダムポッドキャスト。